フェニックスグッドイヤー空港はアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス郊外のマリコパグングッドイヤーの南西にある公共空港である第二次世界大戦中にアメリカ海軍の航空施設リッチフィールドパーク海軍航空施設として建設され海軍航空基地への格上げによりリッチフィールドパーク海軍航空基地に改称した第二次世界大戦終結後は主として 海軍、海兵隊、沿岸警備隊の老朽化した航空機の保存のために使われていた。1968年、国防総省及び沿岸警備隊の航空機の保管が、通村のデビスモンサン空軍基地の軍用機、整備再生センターに統合されたため、リッチフィールドパーク海軍航空基地は閉鎖された。1968年に、 リッチフィールドパーク海軍航空基地が閉鎖された後、フェニックス市がフェニックススカイハーバー国際空港の予備空港として、この空港を購入した。この空港には航空便の運航は行われていないが、大規模な維持管理用の場として使われており、国内外の多くの航空会社の航空機が着陸することができる。この土地は、軍用施設として使用されていた時代からの土壌や、 地下水の汚染のため、スーパーファンドの対象となっている。フェニックスグッドイヤー空港にある1941年に建てられたレーダータワー。この空港は第二次世界大戦中に海上空軍施設として使用された。面積は789エーカーである。千五百一 x 百五十フィートのアスファルトの滑走路と十四 x 十四フィートの コンクリートのヘリパッドがある。2007年には188,136機、1日平均で515機が運行され、そのうち一般航空機は93%、航空会社は1%未満、軍事用は5%、航空タクシーは1%であった。空港に所属する航空機のうち73%は単発機、11%は多発機、 16%は Z 機、1%未満はヘリコプターである。フェニックス・グッド・イヤー空港の墓場。使用されていない航空機を保管する。航空機メンテナンスと商用パイロット訓練を提供するいくつかの企業がこの空港を本拠地としている。それぞれの飛行訓練学校は連邦航空局によって規制され、FAA の規則に基づいて運営されているが、 ヨーロッパで必要とされるように行動航空機関の要件に合わせて学生を訓練する。2014年から CTG Wings 航空学アカデミーがニュージーランドのハミルトンにあるセンターに加えて東欧空港を訓練施設として使用し始めた。ABCDFA Airport Master Record for Jaya エフェクティブ2007年7月5日ハット https コロンスラッシュスラッシュ www.flickr.com スラッシュフォトススラッシュ 45586426N06 キャロリス 7K2157 兆6276億3878万3878 http://www.visitingbhx.com/.gyrpotos.html <ッ> h x. G o t o s. Ht ありがとうございます。